X25、X25 は ITUT 韓国であり、パケット交換ワン通信のためのネットワーク層、通信プロトコルである。X25 ワンネットワークは、パケット交換方式ノードを物理層、専用線、プレーンオールドテレフォンサービス接続、または ISDN 接続を物理層及びデータリンク層に使用する。X25 は、 OSI プロトコルスタックの一部であり、主に1980年代に通信事業者や金融業者の現金自動預け払い機の接続などに使われた。X25 は現在ではほとんどがより単純で安全なプロトコル、特にインターネットプロトコルに置換されているが、ISDN の D チャンネルで X25 通信を提供している電話会社もある。 X25 は最も古くからあるパケット交換サービスの一つであり OSI 参照モデル以前に開発された。しかし実は TCPIP モデルよりも新しい。その三層構造は OSI 参照モデルの解三層と密接に対応している。その機能は OSI 参照モデルのネットワーク層に直接対応している。また、 OSI のネットワーク層にはない機能もサポートしている。X25 は ITUT。当時は CCITT のスタディグループバイがいくつかのデータネットワークプロジェクトの成果に基づいて開発した。様々な更新と追加が標準に加えられ ITUT 韓国に記録された。韓国は4年ごとに書籍として出版されている。X25 は 公衆データ網に関する規定を定めた X シリーズ勧告の一部である。公衆データ網は X25 プロバイダの国際的な集合体を表す名称であり、X25 プロバイダは各国の国有電話会社であることが多かった。X25 は現在も特定用途で使われ続けている。X25 は 汎用の世界的なパケット交換網を構築することを目的としていた。X25 システムの大部分はこれを達成するのに必要とされる厳密な誤り検出訂正の仕様と資本集約的な物理資源のより効率的な共有の説明である。X25 規格では加入者 D とデータ端末装置と X25 ネットワーク DCE データ回線習慣装置の間のインターフェースだけを定義している。X25 によく似た X75 プロトコルは X25 ネットワーク同士のインターフェースを規定しており、複数のネットワークを経由した接続が可能になる。X25 ではネットワーク内の運用を規定していないため、多くの X25 ネットワークは X25 や X75 によく似た方式を内部でも採用していたが全く違うプロトコルをネットワーク内で使っているもあった。X25 と等価な ISO プロトコルは ISO8208 では X25D と同士の間にネットワークを挟まずに接続する形態も規定していた。X25 モデルは公衆網を通して信頼できる回線を 確立するという伝統的な電話網の概念に基づいているがソフトウェアを使ってネットワーク経由のバーチャルコールを作成する。これはデータ端末装置同士の相互接続を行い一種のポイントツーポイント接続を提供する。各エンドポイントは多数のバーチャルコールをそれぞれ別のエンドポイントとの間で確立でき。当初の仕様には コネクションレス方式も含まれていたが、次のリビジョンでは排除された。限定された応答ファシリティでのファストセレクトは完全な、個確率とコネクションレス型通信の中である。それは、クエリ応答型のトランザクション処理でよく使われ、1回の要求と128バイト以内の応答で構成される。データは拡張された、初個要求パケットで運ばれ、応答は、 をリジェクトトパケットの拡張フィールドで運ばれる。この際、接続が完全に確立されることはない。X25 と密接に関連するプロトコルとして、非同機,機器、ダム端末やプリンターを X25 ネットワークに接続するためのプロトコルがある X、X3、X28、X29。この機能は、パケット組み立て、分解装置を使って実現される。 X25 は OSI 参照モデルより以前から存在しているが、OSI 参照モデルの物理層は X25 の物理レベルに対応し、データリンク層は X25 のリンクレベルに対応し、ネットワーク層は X25 のパケットレベルに対応している。X25 のリンクレベルであるラップブは信頼できない可能性もある。データリンク上、複数の場合は、 マルリンクと呼ぶで信頼できるデータ経路を提供する。X25 のパケットレベルはバーチャルコール機構を提供するもので、ラップ部上で動作する。リンクレベルが信頼できるデータ伝送を提供する限り、パケットレベルは誤りのないバーチャルコールを提供する。ただし、リンクレベルが信頼できるデータ伝送を提供しない場合に備えて、 パッケットレベルでも誤りを通知する機構を備えている。初期バージョン以外の X25 では、OSI のネットワーク層のアドレッシング、効実する MSAP アドレッシングを提供するファシリティを含む。X25 はダム端末をホストコンピュータに接続していた時代に開発されたが、コンピュータ同士の通信にも使えるものである。直接、ホストコンピュータと電話回線で接続すると、 ホスト側は多数のモデムと電話回線を用意しなければならず、相手側は遠距離であれば長距離接続で料金が高くつくことになる。その代わりにホストコンピュータをネットワークサービスプロバイダーの網に X25 接続することができる。するとダム端末側は最も近いネットワークの PAD、パケット組み立て、分解装置ダイヤルアップ接続すればよい。PAD は 電話回線と X25 のシリアルリンクのゲートウェイであり、ITUT の X29 及び X3 で定義されている。PAD にダム端末を接続すると、ユーザーは PAD に対してどのホストと接続するかを指示するため、X121 で規定されている電話番号のようなアドレスを入力するサービスプロバイダーがホスト名。 X121 アドレスのマッピングを提供している場合はホスト名を入力すればよい。すると PAD はホストに対して X25 の子を発行し仮想回線を確立する。X25 が仮想回線を提供するものであることからこれを回線交換網と呼ぶことがあるが実際にはパケット交換を内部で行っている。 二つの X25 ホストが互いに接続することも可能であり、その場合はマニー、PAD は不要である。理論上は、両者が同じキャリアの網に接続しているかどうかは問題にはならないが、実際には業者をまたがった接続が不可能な場合もあった。フロー制御の目的で、デフォルトのウィンドウサイズが2のスライディングウィンドウプロトコルを使う。工程応答は、 ローカルなものとエンドツーエンドのものがある。データパケットにある D ビットで送信側がエンドツーエンドの肯定応答を要求しているかどうかを指定する。D イコール1なら肯定応答は相手側の D とまでデータが到達した後でその手が発行する。D イコール0なら相手側 D とまでデータが届く前にネットワークが肯定応答をしても良い必須ではない。 PAD 機能は X28 と X29 で定義されており、特に非同期テキスト端末をサポートするためのものである。様々な通信機器を接続するための PAD と、等価な機器が開発された。例えば、IBM の SNA 機器など。パケットレベルの誤り回復手続きは、誤りのある受信データの再送指示は、回のレベルで行われるという前提で行われる。 パケットレベルの誤り制御は接続こにおける情報フローの再動機を強者であり、同時に回復不能な状態となった接続を解放する役目も担う。X25 では2種類の仮想回線をサポートしている。通常の VC は要求に応じて接続が確立される。高級仮想回線はネットワーク内に事前設定された仮想回線である。 通常の VC を交換仮想回線とも呼ぶ。VC の確率では X121 アドレスを使う。X121 アドレスは3桁の国コードと1桁のネットワーク ID で4桁のデータコードネットワーク ID を構成し、その後に最大10桁の国内端末番号が続く、いずれも数字。ネットワーク ID が1桁であるため、1つの国に10。 まだしか通信業者がないと仮定しているように思われるが、それ以上の業者がある国では、国コードを複数取得して対応していた。一つの業者のネットワークで、NTN の全部の桁を必要とすることは稀で、使わない桁を加入者が利用できるようになっていた、こう、サブアドレスとも呼ぶ。サブアドレスは、アプリケーションの識別や加入者側のネットワーク内のルーティングに使われた。 X25 では使用に NSAP アドレスファシリティが追加され、o s i イコンズの要求仕様に合致するようになった。公衆、X25 網は NSAP アドレスの利用を要求されたわけではないが、o s i イコンズをサポートするため、NSAP アドレスと他の ITUT 指定の D とファシリティを D とから D とへ透過的に搬送することを給付された。その後、 同じ D と DCE インターフェースで、X121 アドレス以外の各種アドレスも追加サポートするようになった。それは、テレックスのアドレス、公衆交換電話網のアドレス、E163、ISDN アドレス、E164、インターネットプロトコルアドレス、IEE802.2MAC アドレスである。PVC は、 高級的に確立された接続なのでアドレスを使うことはない。PVC は加入者インターフェースで論理チャンネル識別し、口実によって識別される。ただし、PVC をサポートしていた X25 ネットワークは多くはない。X25 ネットワークへの一つの D と DCE インターフェースで最大4095の論理チャンネルを持つことができ。 それぞれの論理チャンネルに一つの仮想回線、または高級仮想回線が対応する。ただし、ネットワーク側が4095の仮想回線をサポートしていたとは限らない。パケットがどの論理チャンネルのものかを示すため、各パケットには12ビットの論理チャンネル識別子があり、8ビットの論理チャンネル番号と4ビットの論理チャンネルグループ番号で構成されている。論理チャンネル番号は、 接続が続く間は割り当てられている。論理チャンネル識別子は加入者側の D とネットワーク側の DCE の間の論理チャンネルの識別に使われるだけで、そこから先の仮想回線には無関係である。つまり、ネットワークの先の相手側の D とでも、同様に全く別の論理チャンネル識別子を割り当てている。論理チャンネルは高級仮想回線用。 相手から接続してきた仮想回線用、双方向の仮想回線用、こちらから接続する仮想回線用の4種類に分けられている。接続方向は D とから見た仮想接続の発行元がどちらなのかという意味であって、通信は常に双方向である。それぞれに割り当てる論理チャンネル数は加入者が設定できる。しかし、 ネットワーク側がサポートしていない種類の論理チャンネルは使えず、中には双方向仮想回線用の論理チャンネルしかサポートしないネットワークもある。国際ネットワークでは入ってくる方向の論理チャンネルはオプションで、それ以外のサポートが必須とされている。D と DCE インターフェースが複数の論理チャンネルをサポートすることは必須ではない。論理チャンネル識別子としてゼロが 高級仮想回線や仮想回線に割り当たられることはない。ゼロは特定の仮想回線とは関係しないパケットに使用する。例えば、パケット層のリスタート、登録、診断。公衆網では、X25 は月ごとの定額部分があり、リンク速度によって価格が設定されていて、さらにセグメントごとの料金が上乗せされる。リンク速度は2400ビット。 S, s から2メガビット、s まで各種存在するが6 4ロビット、s 以上のものは高周網では滅多にない。セグメントとは64バイトのデータであり、呼び出した側に課金される。コレクトコールがサポートされていれば相手側に課金する場合もある。ファストセレクトファシリティを使った呼び出し、初雇用級内に128バイトのデータを見、それに対する応答があるには、 特別料金が加算される。PVC では、リンク速度による定額分に加えて、月額レンタル料が課金され、セグメントごとの課金は VC よりも低額である。このため、大量のデータを転送する場合だけ VC よりも割安になる。公衆 X25 網は1970年代から1980年代に多くの国で構築され、 各種オンラインサービスへのアクセスコストの低減に貢献した。しかし電話網がデジタル化され、モデムが高性能化すると、X25 のオーバーヘッドでは立ち打ちできなくなった。結果として、X25 から誤り訂正機能を除いたフレームリレーが登場し、ある程度のスループット向上を実現した。仮想回線の概念は ATM などに引き継がれた。 ネットワーク多重化のため、パケット交換における X25 プロトコル処理は複雑であり、インターネットプロトコルのネットワーク層のルーティング機能より性能が悪い。TCP、IP はエンドツーエンド原理により、ネットワーク自体のコストを低減して、性能向上を図っている。このため、X25 は経済的にもそれに立ち打ちできなくなり、衰退した。 X25 ネットワークは今も一部で使われ続けており、特に開発途上国での利用が多い。アマチュア無線のパケット通信では X25 から派生した X25 がよく使われているが、最近では TCP、IP への移行の動きもある。ラッケルパクネットはワイドネットと名前を変え、今も世界各国で X25 ベースのネットワークを運営している。 ワイドネットは低データレートの無線プラットフォームであり g p s 位置情報追跡やポスソリューションなどに使われている。オランダやドイツでは ISDN 上で簡略化した X25 を使いポス端末などに利用しているが今後これがどうなるかは定かではない。オランダ語版のお呼びを参照。日本では NTT コミュニケーションズの法人向けパケット通信サービス DDXP, DDXTP, DD INSP で X25 を使ってきたが、2010年3月末で DDXP, DDXTP のサービスを終了。現在は INSP を残すのみとなった。また KDDI も国際パケット通信サービスとしてビ i n s p を提供していたが、こちらは2006年3月末でサービスを終了している。 1>, 1パケット内のデータフィールド長は16オクテットから4096オクテット2の値のみで、仮想回線ごとに、個設定時に決定する。これは、通信相手が扱える最大データ帳が、こちら側と違っている、課税があるためである。X25 には一連のユーザファシリティがあり、ITU、T リコメンデーション X2 に定義されている。X2 の ユーザーファシリティは以下の5種類に分類される。また、ITU-T リコメンデーション X7 には、X25 向けの D とオプションにユーザーファシリティが定義されている。X7 のファシリティは以下の4種類に分類される。CCITT-ITU-T のこのプロトコルについての使用は、公衆データ網に関するものである。ISO IEC の仕様では、プライベートネットワーク向け機能が追加されており、例えば LAN での利用を意図してい、同時に CCITT、ITUT の仕様とも互換を保っている。ユーザーファシリティなどの機能のサポート状況は番によって異なる。以下に主な X25 プロトコルの番号を示す。X25 韓国では多数のオプションを定義しており、 各ネットワークがそれらをサポートするか否か、あるいはどう実行するかを選択できるようにしている。従って、各ネットワークは、自身の X25 実装がどうなのかを文書で明らかにする必要があり、それによって、D と機器製造業者がそのネットワーク向けの設定を評価できるようになる。設定が間違っていると、ネットワーク内のリソースを浪費して、他の接続にまで影響を与えることがある。 したがって、加入者の D と機器は接続するネットワークに合わせて設定する必要がある。設定が間違っていると全く通信できないこともある。また、機器とネットワークの組み合わせが不可能な場合もある。これは TCP、IP との大きな違いである。公衆網はプロトコルの初期の版から採用しているが、加入者は非互換の発生を恐れて、 新しい版に移行したがらないため、審判の実装費用の捻出に苦労した。多くの公衆網は1980年版までをサポートし、一部が1984年版までサポートしていた。1990年頃には、X25 向けの新しいネットワークスイッチの開発は下火になり、1993年版や1996年版を実装した機器は、 ほとんどない。さらに CCITT, ITUT のプロトコル規格に加えて ISO, IEC 8208にも以下の4つの主な版がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。